こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日ご紹介させていただきますイヤホンはこちら、マービンの完全ワイヤレスイヤホン、エアー10、バツでエアー10です。VGP2019 を受賞しています。なんとイヤホン単体で約10時間駆動する、イヤホンでして、また Bluetooth の、コーデックはですね、高音質コーデックの aptX まで対応しておるというふうなものになります。では早速中身の方を見ていきたいと思います。 Bluetooth の、ね、バージョンは 5.0 です。新しいチップ積んでるんで、トゥルーワイヤレスステレオプラスも搭載しています。はい、取説が入ってます。これは充電ケースですね。で、充電ケースを開けるとこんな感じでイヤホンが入っています。あれですね、あのロケットっぽい感じですね。横に寝かせられるタイプの、充電ケースじゃなくて立つタイプの充電ケースになります。磁力は強い方じゃないかなと思います。あ、そこそこいけます。でも思いっきり振ったら磁石なんで飛んでいくんで注意してください。ではイヤホン本体ちょっと取り出します。充電ケースなんですけど、このぐらいの大きさになりまして、充電口は USB のマイクロ B が採用されています。それではイヤホン本体こんな感じになっておりまして、なんかどっちかっつうとまあ普通というかシンプルに近い形のもんですね。ただその有機的な形で、そのカスタム IU みたいなこのヌルヌルっとしたような造形ではなくて、比較的シンプルかつコンパクトな印象のあるイヤホン筐体です。ここにマービンって書いてますね。イヤホンの先っちょの方なんですけども、わかりますかね、これイヤーピースが斜めにカットされてるんですね。ちょっと変わってますね。他社製のイヤーピースがはまるのかなどうかなってとこですね。ステムの太さを見ていきましょう。これはあれですね、あの極太系のステムですよ。太いんで、他社製のイヤピースでファイナルの E タイプとかスピンフィットとかっていうのをつけたりするんですけど、これははまんないかもしれないですね。はまらないものが多いんじゃなかろうかと思います。ひとまずは純正の方でお楽しみいただいた方がベターなのかなって感じですね。ではイヤホン本体とケースを見たので、付属品をチェックしていきます。USB の充電用のケーブルですねが入っています。イヤピース付属しています。出します。もともとイヤホンにくっついてたものが S サイズと、付属している L サイズ、イヤーピースのサイズはこの2サイズが付属しています。あの汗水にも強いっていう風に言われているんですが、このようなイヤホン本体に装着するですね、スポーツ用の付属品、スポーツ用のアクセサリーも付いています。装着感をより高めてフィット感を良くするものです。ほい、こんな感じに装備することができます。これつけたまんまで充電できるかなっていうのをちょっと確認してみましょうか。通常充電するのはイヤピを頭の方に向けて充電します。じゃあいきますよ。いけますね。特に問題なくいけてるかなというふうに思います。でですね、どうしても、このようなこうシャープになってるですねイヤピが苦手というお客様は、こちらの円形のイヤピースにも、付属しておりますので、装着感のお好みに合わせて試してみてください。はい、では一旦、こちらの方装着してみようと思います。まあ、普通に素直に入ってきますね。形的に流線形というか、前が細っていてこうスルッとそのまま形が自然にできているんで、装着はとてもしやすいです。背もあんまりないですね。遮音性すごい高い感じです。ではでは、はい、ということで数日使ってみました。感想、言っていきたいと思います。まずですね、変わっているというか、おやおやと思った点がありまして、ペアリングをケースでするんですね。大体の完全ワイヤレスイヤホンって、まあその外した時とか、装着した時、ボタン長押しとかでペアリングを開始するんですけど、ペアリング開始はケースのこの横のボタン、この横のボタンの方を押してペアリングを開始します。なのでその操作方法だけ、まあ、いつもとちょっと違うパターンですのでお気をつけください。またですね、駆動時間に関して、これやっぱりね、やっぱ駆動時間長いっすわ。10時間の駆動が可能なんで、ケースの組み合わせで最長50時間の駆動が可能ですので、そういった意味でもその充電の回数っていうのが減るので、非常にその使い勝手がいいというか、普段使いにいいイヤホンだと思います。あとですね、この操作方法ですね、イヤホン本体のこのハウリングのこの部分なんですけど、カチカチという物理ボタンになってます。左右でボタンの機能を分けていまして、L 側、2回押すと前の曲へ、 R 側2回押すと次の曲へ。音量の調整も右と左で分かれてまして、左側は音量ダウン、右側は音量アップといった風に、
あの3回連続でコマンドしなきゃいけないっていう風な操作方法はないんですね。最大で、2クリック2回連続で押したりとか、約1秒間長押しとか、まあ、比較的操作の方法としては簡単なタイプのものになっています。そういうところも、まあ、普段使っていく中では操作がしやすいですね。動画の遅延に関してあんまり遅延は感じないと思いました。基本的にカジュアルなゲームとか、普通に動画をちょっと見るぐらいだったら全く違和感の方は感じません。ただその競技性の高いゲームであったりとか音楽ゲーム、リズムに対してシビアなコンテンツに関してはまだこれでは使えないかなっていう風な感じがします。通勤通学、通勤通学に関してなんですけど、遮音性がすごく高いので、まあ、ノイズキャンセリングとかを搭載している製品ではないんですけど非常におすすめです。音に関してもう少し詳しく、どういう系統のサウンドなのかっていうところなんですけど、非常にですねビートの強いイヤホンとなっております。中低域あたりですね、その辺がすごくこうズゴゴゴっていう風に前に出てくるので、ベース好きドラム好きにはすごくたまらない一品になるんではないでしょうか。非常にそのパワフルなビートっていうのが持ち味かなと思いますので、まあ、ヒップホップであったりとか、EDM であったりとか、あの下の方の音っていうのが重要な要素を持ち合わせてる音楽っていうのと非常にその相性がいいかと思います。キラキラーとしたサウンドが出ないわけじゃないんですけど、一番魅力的なところはやっぱりビートかなと思います。カラーバリエーションは、現在のところ3色、展開されております。比較的買いやすい価格帯の完全ワイヤレスイヤホンかと思います。完全ワイヤレスイヤホンデビューにいかがでしょうか。本日ご紹介いたしましたのはマービンのエアー10、ご紹介いたしましたのはイヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんでした。この動画がいいなと思ったお客様はいいねボタン、またはチャンネル登録の方よろしくお願いします。インスタグラムも最近やってるよ。それではまた次回の動画でごきげんよう。